刺身さん最近公約アメコミの方はどうですか。公約アメコミは最近新しいのを買ってなくて、うんうん、古いのを買いさせてみたいな、うん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 、買ってなかったやつ。何買いました？メサイアコンプレックスとかを。あメサイアコンプレックス、X-Menですよね。はい、ゼロトレランス。あー、X-Menか、はい、昔の X-Menを今、集めたんですね。はい、で、なかったりとか、売っちゃったやつとか既存の今、翻訳していってる X-Men 結構読んでいってたと思うんですけど。あー、はいはいはい、あのジョナサン・ヒックマンから、その後、デッドプール書いてた、はいはいはい、作家さんに変わってって最近も。そうそうそう、刊行されてるやつ。そうですそうですそうです。あれはどうですか。あれも途中止まってるんですよね。3巻くらい出たじゃないですか。うんうん、まあ2巻くらいかな。まあ2巻くらいですか。2巻で次の12月でヘルハイアヘルの2個目。ああ2個出てたやつ買ってなかった。うんうん、ちょっと買わないと AXE のジャッジメントデー出へんのかなとかちょっと不安になってて、ほんまは面白いから出したいジャッジメントデーがなかなか出せない。その観光速度とかも当然あるでしょうし、まあ、予算的にはここまでやるぞっていうのはあるでしょうけど、ジャッジメントデーを読むためにもう今新しく出てるアメージングスパイダーマンの翻訳アメコミを買うかどうか悩んでるんですよ。かといって、さっきも言ったように、もう買えるだけの余力がそうそうない。そうだね、もう今のところ、買える余力としての金額サイズって、マーベルグラフィックノベルコレクションです。あもうマーベルグラフィックノベルコレクション、翻訳がいかにクソタレであったとしても、もう値段がある程度いけるから、もうそこら辺はもう脳内で、まず修正するよと思って。っていうね、そういうので。あ、わかりました。はい。刺身さんもやっぱり見たくないですか、ジャッジメントで。いや、見たいですけど、あれ、なんか、出してるのが、それは何ですか、その、タイインってことですか。いや、っていうか、なんか、よくわかんない作品を、うん、翻訳したりしてるじゃないですか、一方のストレッチの、はいはい、あの、キャンパス。はいはいはい、あの、ストレンジの学校ね。はいはい、あれとか、正直、いらないし。そうですね。僕も、まあ、確かにあのアーティストはね、あの受けのいいアーティストなんですけど、できれば他の面白いの翻訳してよって思うしね。今までとか普通に結構いい感じの、いや結局一つになっちゃったのかな。そうそう、一つになったのかな。そうそう、だからもともとビレッジ版がビレッジブックスさんの方でそういったコア層が好きなやつをちゃんとやってくれてたけども、やっぱライト層に向けて作るからそっちの方に何々キャラクターかわいいとか、あいいねっていうこっちの方に行く。だそれはとても売り上げとしても大切なんですけども、うん、こっちの方はなんか読みたいというふうにならないっていう。それで結構でも離れてる人いると思う。はい、どうしてもありますわ。あ